火をつけるとニュルニュルと伸びる花火、ヘビ玉。出てきた場所は猫のお尻。商品名は猫のうんちです。あえて直球勝負に打って出たわけは。取扱い商品の中でもうんちっていうカテゴリーを作るぐらい、あのうんちの商品っていうのはあのお子さんに人気な商品なので。 よりそれっぽくなるように煙の色を黄色にするなど、1年以上かけて開発しました。強すぎるインパクトで話題の花火ですが、実はただのジョークグッズではありません。誕生したきっかけはこんな真面目なことでした。 人人と人がなんかこう喧嘩し始めるんですよね猫がいてうんちするから嫌だとか餌あげちゃうおじいちゃんがいるから嫌だみたいなことが発ったんで地域の野良猫などの問題をなんとかしたいという思いから注目を集める商品をと生まれた猫のうんち売り上げの一部を名古屋市の動物愛護センターに寄付し保護活動などに充てているということです。